岸田文雄首相は15日の参院予算委員会で、自民党派閥の裏金事件について、清和政策研究会安倍派で会長を務めた森喜朗元首相も含めた関係者への聴取を検討する考えを示した。来週の政治倫理審査会の弁明も踏まえた上で、党としての関係者のさらなる聴取を行うかを判断する。関係者の森氏も含まれると述べた。共産党の小池書記長への答弁。衆院政倫審は18日、同派幹部だった下村博文元政調会長に対する審査会を実施する。パーティー収入のキックバックへの森氏の関与の有無が鍵となる。安倍派は2022年8月の幹部会合で、韓流の復活を協議した。小池氏はこの会合に出席した西村康稔自然経済産業省らに加え、森氏や萩生田光一前政調会長、高木毅前国対委員長の承認喚問を求めた。首相は安倍派幹部の承認喚問に関し、引き続き説明努力は続けられなければならないと述べた。